皆さん、おはようございます。ティーン、デアのミラクルボーイ、キングタグです。東京都は12日に緊急事態宣言発出を決定的との話がありました。非常に残念としか言えません。お盆とか色々、夏休み、規制が多いです。もう二度と帰省させないために、もう阻止させてみせます、私が。うん、歌で、はい。そこで4月公演しす支援プロジェクトをして、えー、合唱の曲に歌います。谷川俊太郎さん作詞の、春に聴いてください。まあ、 一人二役ちょっといや挑戦しています。この気持ちは何だろう。この気持ちは何だろう。目に見えないエネルギーの流れが。大地から足の裏を伝わって。 この気持ちは何だろうこの気持ちは何だろう僕の腹へ胸へそして喉へ声にならない叫びとなって込み上げる この気持ちは何だろう枝の先の膨らんだ新芽が心をつつく、えーよ。喜びだ。しかし悲しみでもある。苛立ちだ。 えー、しかも安らぎがある憧れだそして怒りが隠れている心のダムにせき止められよどみ渦巻き責めに遭い今あふれようとする」。 この気持ちは何だろうなんだろうこの気持ちは何だろうあの空のあの青い手を引いたい。まだ会ったことないことの全ての人と会ってみたい、話してみたい。 明日と明後日が一度に来るといい僕はもどかしい地平線の彼方へと歩き続けたいそのくせこの草の上でじっとしていたい 大声で誰かを呼びたい。その癖一人で黙っていたい。この気持ちは何だろう。何度も何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。外出はしないでください。県をまたぐ移動もおやめください。街頭イ,インタビューもおやめください。今年のお盆と夏休みはホーム、Stay Home! もう二度と帰省しないことと東京には来ないでください !Stay home! バイバイ